全住職さん50代の僧侶の方から届いた相談です4年前にある男に騙され800年続いてきたお寺を乗っ取られお寺を高齢の母親と共に追い出されました現在高等裁判所の判決待ちです詐欺師は6年以上かけて書類証拠を揃えました私も印鑑を男に渡していたので過失があります 宗門から抜け、単立にしているため、僧侶文言を削除され、難儀をしております。敗、は、訴、い、の見込みが強く、今後の生きるよすがを失っております。よろしくご指導くださいませ。まず、はじめに申し上げておきます。このところ、僧侶の方々からの相談。 が非常に増えてきています。全住職さんのこの相談に対して、全住職さんはもちろん、まあ、その他、今この一問一答をご覧になっておられる僧侶の方々、また僧侶の方々だけに限らず、何らかの形で、自分の組織のリーダーを務めておられる方々に、 同時に、この、私からの回答はお伝えしたいと、そんな思いでお話をさせていただきます。この、全住職さんからの相談に対して、私がこれから答えていくのは、私の、私自身の経験ですね。 私そして私たちと言ってもいいかもしれない私たちが経験してきたことそれをお話ししたいと思います今現在私がいる福厳寺というお寺このお寺はまあ禅宗の伝統仏教の教団に所属をしていましたそこの 非包括寺院だったんですね。包括されている寺院だったんですけれども。令和元年に、えー、まあ一つの誓願を建てまして、そして、えー、仏心臭を起こしました。ただ、その包括団体を抜けて、単立になったというだけでなくて、まあ新たに立臭したということなんです。で、まあその、 なぜそうしたのかということはですね。まあ一つには、これまでずっとお寺として死者儀礼を中心とした仏、仏事が中心な法事であったり、お葬式であったりということが、その主な宗教行為、宗教活動として、 行っている寺院でした、複合寺も。けれども、やはり仏教というのは生きている人のためのものである。ということで、この死者の鎮魂、死者儀礼である葬儀、法事というのもも,もちろん大事だとして、大切にしています。けれども、同時にですね、やはり生きている人たちの心の苦しみを離れ、そして、生きている人たちが自分の苦しみを手放し、そして安心を、 得ていくという、そういう教えとして生きている人たちに仏教をやっぱり伝えたい。で、これはおそらく多くの僧侶の方々も感じておられることだと思います。だけれどもね、問題は具体的にじゃあどうするかということなんです。で、この具体的にどうするかということを真剣に考えた結果、まあ、一つ新たな宗を立衆していくということを私は決断したわけですけれども、 その結果ね、まあ、一つは、こう、県に生きている人たちの、悩める人たちの心の拠り所としてのお寺を、もう一度ね、こう作っていこうということ。それが、一つ目。それから、自分の心が弱っているところから、そこは回復して、今度はですね、自分自身が、 誰かに与えてもらうということを待っている側じゃなくて、自分から人に与えていく。自分からホツ、ほつ、母大心を起こしていく。母大心を起こしていくということですね。ほつ、母大心する時代のリーダーを育成していく。そういう道場として、ものものの活動を始めていきたい。まあ、そう願って立ち上げた、始めたことの一つが一問一答なんです。 で、まあそう決意していろいろなことをに取り組んできたんですけれどもけれども当然その取り組みが少しずつこう大きくなっていくとですねその活動を短期的に終わらせないためにねそれがこうサステナブルなものになっていくつまり持続可能なものにしていくっていうためにね 当然やはり、その規模が大きくなってくると、それに関わる職員であったりとか、ね、それに関わる、またお金も動いていくってことがあったりしますよね。当然費用も必要になってきたりします。一つの活動を続けていこうとすると。それをですね、できるだけいろいろなことの折り合いをつけていくようにして、工夫しながらやっていくわけですが、でもそのうちの一つが、宗教行為として、まあ認められずですね、その、 活動時代じゃなくて、そのお寺でいろいろな活動をするわけですから、そのお寺に対して、その、えぇ、ー、仮に対してですね、固定資産税を一部課されたんですね。いろいろなこういった、あの、法律というのは、まあ、日本は法治国家ですから、当然その法のもとに様々な法人の活動というのは成り立ったりしていますけれども、 宗教行為と、それからこの法人、その,その法人としてのスタンス。これは政教分離で、宗教の活動。これに対して行政は口を挟むことができないという法律があるんですね。宗教法人法という。だけれども、その土地建物の財産に関しては、これは宗教法人法という法に則っ,ってですね、その、やはり、えー、一つの法人として、 現行の法律に従って動いていくということをしなければならない。で、ここがですね、今、なかなかですね、この、宗教のことに関してきちんと理解をしているという法律があまりにも少ない。また、宗教家も法律について非常に疎い。という、いろいろそういうことからですね、 グレーな部分というのがいっぱいあるんですね。で、このグレーな部分というのを少しでもね、今後の活動のために明らかにしておきましょうということで、まあ、あその宗教行為に関しての固定算税がかかるということね、それからそれに対してですね、地方裁判所に事例を挙げてですね、そしてそこで えー、認められなかったというかね、それで決着がつかなかったので、高等裁判所に上げて、で、そこで、まあ、敗訴になったわけですよ。で、その後ですね、えー、最高裁まで、えー、行って、そこからまあ、差し戻しとしてなって、結果としては敗訴になったんです。で、これがですね、もう非常にネットでも叩かれてね、あの、あの、坊主は丸儲けなんだとかね、宗教法人からお金その、税金を取れ、みたいなことで、非常に叩かれました。だけれども、 結果ね、敗訴になったので叩かれたんですよ。だけれども、これね、あのー、諦めずに、えきちんとお、私たちは何もね、別にこう、宗教活動として、このことを行っているんだと。で、そのことを、まあ、固定資産税というのは地方税ですけれども、その行政とですね、こう、係争して、その、誰かに恨みが直接にあるわけじゃないんですけども、宗教、今、 特にその仏教の若いお坊さんたちたちも話をしているとねやっぱり何かこう死者儀礼というところだけに立脚をしていてはいけないと思うとやはり僧侶がねやっぱりこうせっかく坊さんの端くれになったんだから私も何かこう生きてる人たちに希望を与えるようなね何かこうお寺としてできることがあるんじゃないかってそういうことを模索しておられるね真剣な若いお坊さんたちいっぱいいますよ だけれども実際に私もそういう思いを持って何かことを起こそうとすると必ずそこにねやっぱりそれを何かの活動していこうと思った時にこの宗教行為とは何かということに関してえそれそこに人が動いたりお金が動いたり建物がまた建ったりとかいうそのある程度のまとまった活動としてきちっとそれを継続していこうと思うとね必ずそこの問題に突き当たるんですよ で私も随分といろいろと悩んだり、えー、その分からなくて、あのいろいろな人に尋ねたりとかね、あのそういった宗教家が何かことを起こしていくっていうことに関してのセミナーを提供してくださるっていうこともあったりしたので、まあ、そういうものを勉強したりということもあったんです。ところが、NPO 法人を立ち上げてやるというやり方を教えられたりするんですね。いや、待てよと。一家児の宗教法人という法人格としてきちっとね、 あの、認可を受けている法人を持っていながら、そこで宗教活動と信じることをやろうとしているのに、なぜ NPO 法人という別法人を立ち上げてやらなければならないんだっていうことなんですね。これが、例えば、まあ私も、えー、今ですね、学校法人と会社法人とか、それから、うん、宗教法人、ね、それから、 社会福祉法人とか、いろいろそういう、その、複数の法人の経営に関わっているんですね。で例えば会社、株式会社の、これはどう考えても株式会社でやることですよねってことはもちろん株式会社でやるんですよ。だけど、これは、営利目的ではない、強化活動のためとか、ね、布教活動のためとか、そういったことの一環としてやっているんだということでも、これをですね、 あの、宗教活動として認めないというスタンスが行政側にあった。じゃあ宗教活動って何ですかって言ったら、死者儀礼だというんですね。お葬式法事、これはもうどんだけお布施をいただいてもと私たちは口出してきませんと。だけどもそれ以外のことはあらゆることが何かをしようと思うと、これは宗教活動でないという判断になってしまったりします。 ということが現実としてあるんだっていうことをですね、この一連のことから、えー、学習しました。でそこで、まあ、私自身もこの法律に関して勉強したりとか、今後ね、その仏心集として立衆したわけですから、しかも新しい時代に私たちこれからね、その布教活動、教科活動ということを進めていこうとするにあたって、蓋を開けてみると、 それまでお寺にあった、例えば寺院規則という、寺院の独自に定めている規則があるんです。会社の定款みたいなものですねで。これがなんとですね、昭和26年宗教法人法というのができたんですけども、その時にできた時から変わってないんですよ。時代はどんどん変わっていってるのに、宗教法人を運営していく、その運営の根拠となるような、元となるような法治国家においての 自分ところで定めているところの方が昭和26年から変わってないんですよ。今何年ですかってことなんですね。でもこれを変えていくのにまた大変な作業があるし、もともと、じゃあ、福元寺にあったこの人為規則というものも、あの、当時のね、ご住職さんがご自分で定められたわけじゃない。だって何百年も続いているという、 お寺、宗教法人法なんていうのが定められるずっと前から続いているお寺にあて後から法律が被ってきたわけですから、ね、ですからそんなものはないんだけどもどうしたらいいかっていうことでまあそらくねその私は相当州ところのお寺は相当統州と,ところに所属してますから相当州側からこれをモデルにしなさいということでバーっとだからほぼ全国のお寺さんはそれぞれ違った宗教法人として独立した宗教法人なんですけども。 同じような規則を持ってらっしゃるっていうことになってくるわけですね。で、まあ、いずれにしても、そういった様々なことを私も無知であった。で、そのことに関してですね、一連のことを自分の勉強として、私たちの勉強として、あの、まあ、先代の住職と一緒になってね、こう、これから宗教活動をちゃんと展開していこうとするんであれば、やっぱり、それはあ、法治国家で、 そういうことをやっていくんだから、ちゃんと法律のこと、法務のこと、税務のこと、そういったこともちゃんとね、やっぱり勉強してやっていかなければならないということでですね、ここをですね、もう本当に、あの、しっかりと取り組んでいこうということ。けれどもね、答えがね、あるようでないんですよ。これ、ね、やってみなきゃわからないという世界で、事例がまだまだ全然少ないので、行政側もですね、また司法側も、あの、 これは本当最高裁までやって分かったことなんですけど、司法側も判断というものをどう判断していいかということはですね、過去の事例から様々なことを判断していこうとするので、なので、本当の意味での宗教行為とは何だとか、宗教とは何だとか、それが社会に対してどういう機能をちゃんと持っているのかということを真の意味で理解している法律が少ない。一方で、また、この法治国家で宗教法人という法人格を持っていながら、 そのことを、その、要するに法律のことに関して、ちゃんと理解をしている、もしくはそこに関心、興味を持ってですね、勉強しようとしている宗教家が少ない。この双方に問題があるということが分かりました。じゃあ、ということでですね、もう一旦敗訴になった、こと裁判所で敗訴の判決を受けたということに関してですね、もう一度、 これは私たちが理解をきちっとしていなかったが、ゆえにね、主張の仕方も間違っていたかもしれないということでですね、もう一度、法律の専門家と一緒になって、えー、まあ、叱るべき方法をとってですね、動いていった結果、まあ、あの、固定資産税が、えー、建物の一部にかけられるということだったんですね。ところが、それに関して、えー、まあ、いろいろと、し固定資産税というのは、あその、 地方自治体からかかってくるものなので、まあ、あこの福音寺であれば愛知県の小牧市なんですよ。小牧市相手にその係争をしてたわけですが、その、まあ、県も一部絡んでくるっていうところがあってですね、県側に話を持っていたら、県はこれを宗教行為と活動として認めたんですね。そしたら、県が認めたんじゃ仕方がないということで、小牧市はそれを認めました。だから、裁判では敗訴になりましたけれども、今、 私たちが行っているその活動ね、それに対しての建物とかを含めて、これはですね、まあネットで散々言われましたけれども、宗教活動として行政側もですね、認めたという一つの事例になりました。さて、そんな経緯があるということを、えー、踏まえた上でね、えー、時々、な、え、ん、ー、でお前がそんなことまで答えるあの資格があるんだみたいなことを言う方があるので、まあ複合人は実際そういう経験をしてきたということで、それを踏まえた上で、 上でですね、今回の全住職さんの相談についてお答えをしたいと思います。まずね、ご存知のことだと思いますが、改めて、改めてもう一度認識しておかなければならないことがあるんですよ。それは、一家事の住職としてはね。それは何かというと、 もうおそらく、このご相談をあげてくださった全住職さんも、あの、そうだと思うんですが、多くの今、伝統仏教の寺院というのは、その、一人で二役を行っていますふふ。一人二役をしているんですね。一つは、その、各宗派、各宗教の伝道者、 としてですね、その競技、この競技を広めていくというようなね、あの役割を持った住職ですね。住職。もう一つは、そのお寺の土地建物といったその世俗的な財産ですね。これを、に関してですね、えー、管理をしていく。 っていう代表役員ですね。宗教法人の代表としての代表役員の役割。この二つを担っているんです。住職。その宗派、その教義の伝道者としての、ね、それを、に関する役割をね、していく。宗教的管理をする住職と、世俗的事項の管理をする 代表役員という二つの機能を合わせ持ってるっていうことです。で、私たちは、あの、先にも言いましたけれども、法治国家に、日本という法治国家に、その、生きている以上、活動している以上、その国の法律に従わなければならないわけです。当然ですね。で、そうじゃなかったら、存続できませんから、ね。で、あの、 長い伝統を持っておられる仏教の教団からしてみるとですよ。先ほども言ったように、私たちは今の現行のね、法律ができてくるっていう、そのずっと前から宗教行為として人々に寄り添ってきてるんだっていうね。そういう自負はありましょうけれども。でもその後に実際は法律が被ってきて、ということはもう仕方がないですから。で、これに関してはですね、先ほど言ったように、この宗教法人法というのが昭和26年にできたんです。 でもこの宗教法人法というのは、決してこの、お寺をガチガチに管理しようということじゃないです。むしろ逆なんですね。宗教法人法ができた。それはですね、信教の自由を守るためにできたんですよ。ですから、宗教法人法という憲法です。これは憲法です。この憲法に明記されていること。まずこの宗教法人法というのは、人々の信教の自由を守るというためにできているんだと。 その,ね、その政府が、ね、行政がこれまでも日本の歴史を見てもですよ江戸幕府から明治政府に変わるとかねえっていうふうにしてどんどんこう時代によってですよこうもうその国の権力者が変われば全然変わってしまうわけですね方針なんていうのは。ところがそれをです、ね、ずっと宗教の歴史っていうのはそうやって政治に翻弄されてきた部分っていうのもたくさんあるわけですよ。 この、まあ特に太平洋戦争を含めて第1世界大戦、第2世界大戦を含めてですね、その戦争の時っていうのはどうだっ,あったかというと、もう軍部が私たちの自由な思想、信仰っていうものを完全に統制した時代でしたね。そう。で、こういうことがあってはいけないという反省から、信教の自由、つまり政教分離をしていくという原則ですね。政治と それから宗教というものが分離をしていく。そしてまたこの行政側がその宗教的事項に関してね、宗教的な役割とか機能に関して口出しできないという、つまり信教の自由を守るというために宗教方針法ができたわけですね。で、この宗教的管理と世俗的管理の二つの機能というものを合わせ持っているというのが宗教方針という あのそのお寺の住職であり宗教法人の代表役員ということなんですね。で、ここはも,うもちろんあのご住職さんであれば理解をなさっているところだと思うんですけども、それを踏まえた上でですよ。それを踏まえた上で今回のご相談の読んで、私がすごくこう、不明、疑問に思うところっていうのがいくつかあるんですよ。まず一つ目。ご住職さんが、全ご住職さんがおっしゃっている詐欺師っていうのは、 誰ですかっていうことです。詐欺師。一方的に詐欺師と言っておられるけれども800年も続いた伝統のあるお寺の住職さんになられたわけですよね。でそれは先代さんから息子さんとして後を継がれたのかどういう経緯でなられたのか分かりませんけれどもこのね800年続いたお寺の住職それはお檀家さんもおそらくおられると思うんですね。 そういうこともひっくるめてですよ。昨日今日できた会社ではないんですよ。800年続いたお寺の住職になられたということ、一度は。そこを今追われてしまって全住職ということなんでしょうけれども。けれども、そこがですよ。簡単に誰かに詐欺師に騙されて乗っ取られるなんてことは考えられないんですよ。ないです。もし、全住職さんが住職としての役割をきちんと果たして、 檀家さん含めてですよ。あの、信用を得られておられたんであれば、簡単にそのお寺の住職を追い出すなんてことはできないわけですね。で、宗教法人法というのは、先ほど言いました、世俗の管理に関することだけ関わるので、まず一つは、ね、このお寺の建物、土地、建物に関して、あるいは、 役員のことに関してですよね。代表役員であったりとか、責任役員であったりとかっていうことに関して、これに関してはですね、宗教法人法の管理下にあるわけですよ。で、この中で、宗教法人法の18条、19条ですね、責任役員制度に関しての項目が出てきますよね。例えば、その宗教法人法ですと、その宗教法人はですね、3人以上の責任役員を置かなければならないと。で、そのうち1人を 代表役員とするということが明記してありますね。で、まあ、お寺さんによっては、特に800年も続いているようなお寺であればですよ、これが3人じゃなくて5人というところもあったりしますね。まあ、いずれにしても、ご住職さん、その詐欺師と呼んでおられる方が、どんな立ち位置におられる方かわかりませんが、おそらく詐欺師に騙されて書類を長いことかけて用意して、そして、 あの、住職を追い出されてしまったっていうことは、これ住職を追い出すよ責任役員も含めて追い出しますよっていうことが決定するっていうのは、おそらく責任役員で決まった事項だと思うんですね。で、責任役員、代表役員を追われたということですから、お寺を出されたということは。ということは、この代表役員を追われたということは、3人もしくは5人いる責任役員のうち、ね、過半数、あるいは、まあ、 各お寺の寺院規則に基づきますけども、過半数以上、もしくは5分の4とか、ね、そういう規定があります。でも、この、その、議決をクリアしなければ、全住職さんを代表役員から外して追い出すってことはできないわけなんですよね。でも、それが実際に行われたということは、この責任役員、3人なり5人なり、わかりませんけれども、各お寺によって違うので、でも、少なくとも、 その詐欺師と言われる方はおそらく責任役員の一人であったのか何かしらそういう力を持っているそれ,それなりの立ち位置におられる方じゃなかったらそんなことできないわけじゃないですかだとすると責任役員の間で住職さんが認められなかったっていうことになるんですねだから一方的に詐欺師と全住職さんが呼んでおられるんだけれども この責任役員の中で代表役員として認めないということが、そういう決議があったということなんだと思うんですね。で、またね、そのご自分でもそれは過失であったと言うんですけども、重要な印鑑まで預けていたということは、よほどの よほどの関係を持った方だと思うんですね。ご住職さん、全ご住職さんが信頼を置いてた人なんですよ。ひょっとしたら、息子さんとか、わかりませんけれども、息子さんおられるかどうかわかりませんけども、持続の方とか、他の責任役員の方だったかもしれませんけれども、よほどの信頼を置いて、印鑑を預けてた人じゃなければ、なかなかそんなことってできないと思うんですね。ねで、しかも、それをですよ、勝手に印鑑をついたということになると、 それは文章を偽造するってことにもなったりしますから。ねですから、あの、勝手に書類をでっち上げることもできないはずなんですね。ですから、この今のご相談を聞いて、これ、あの、全住職さん厳しいことを言うようですけれども、詐欺師と呼んでおられる方、その方が一方的に詐欺師と呼んでいるだけで、全住職さんが代表役員として、 申し訳ないけども、あなたは認められないということが決議なされたんじゃないかなという気がしてしまいます。そこは一つの疑問です。もう一つね。もう一つ。あの、ご相談の後半に、もともと〇〇州に、えー、〇〇州であったということで、えー、その州門から抜けて、単立にしているため、 僧侶文言を削除されて難儀をしておりますって書いてるんですけども、書いてあるんですけど、これは、もともと今回の、その、継承しているという、その問題とは別にもっと前に、宗門を抜けておられて、単立になっておられたんであれば、その宗門、包括団体から抜けて、自分で単立になった後に起きていることであればですよ。 僧侶文言関係なくないですか僧侶文言というのは、もともと所属していた、その包括団体からいただいた文言であって、僧侶の資格であって、ご自分で単立になられたんであれば、別にそれがあってもなくても関係なくないですかねで、ここは私の二つ目の疑問なんですよ。で、ひょっとして、この、 包括団体から抜けるということが責任役員の間で認められなくて自分が不信を買ってしまって結果として代表役員を追われ結果として宗門からもそのような当然行動を起こしたということでね僧侶文言をこう削除されたっていう 経緯になったのかなということも考えたりします。まあ、いずれにしても、ちょっと詳しいことはわからないんですけれども、いずれにしてもね、そう簡単に、この800年続いたお寺の代表役員兼住職として、段家さんたちの信頼を得ていて、責任役員会でもきちんとね、そのお寺の、その、宗教法人としての法人活動ということをですね、あの、怠らなかった、その責任、 とか役割ということを行っらなかったんであれば、こういう問題にはなかなかならないと思うんですね。で、今回のご相談を受けて、私が一番問題だと思うことは何かっていうと、一番目の問題はですね、住職としての自覚が本当にあられたのかどうかってことです。一家ジの住職というのは、自分の家じゃないんですよね、お寺って。 自分の私有物ではないんです、お寺は。住職として、お檀家さんを含めての信頼というのが、どれぐらいやられたのかな。これが、一つの問題だと思います。で、もう一つ、二番目の問題は何かというと、代表役員としての自覚。法務について、税務について、 その他代表役員として、印鑑を他人に預けてしまっているということも含めてね。あまりにも、どうも、代表役員としての自覚と知識がなさすぎるということが非常に大きな問題だと思います。そして、三番目の問題。私が問題だと思うこと。これはね、一家しの住職である前に、代表役員という、その、宗教法人の代表役員である前に、そう、 であるはずですよね。全住職さん。ものすごい痛いこと、厳しいことを言うようですが、この僧であられる全住職さんが、お寺を追われ、そして僧侶としての文言も削除されてしまった。そこで生きる様すが失ったとおっしゃってることなんです。さて、今回ですね、 あの、本当に勇気を持って、こうして、全住職さんが私に相談を、こう、あげてきてくださったということはですね、あの、私、それは本当に、あの、しかと受け止めます。え、一人の私もそうとしてですね、それは、しっかりとそれは受け止めます。で、だからこそね、一般の方ではない、そうとして、 生きておられる方、だからこそ厳しいことを申し上げさせていただく、ですね。あの、例えばサッカーをやっている子供たち、野球にハマっている子供たち、この草野球をやっている少年たち、ね、公園でサッカーボールを蹴っている少年たちに、サッカーについて厳しいことを言うって、そんなことは普通しませんし、 やっても意味がない。やるべきことじゃない。だけれどどうですかプロのサッカー選手とか、プロの野球選手が、プロの野球選手として、プロのサッカー選手としての自覚にかけるっていうんであれば、これは厳しい意見をもらっても仕方がないと思うんですね。そう。今、全住職さんは、住職である前に、代表役員である前に、一人の層なんです。 お釈迦様のお弟子さんなわけですよね。お釈迦様の教えが仏教です。まあ宗派によっていろいろな、あ、皆様をもっと大事にしておられるところがあったり、いろんなところがあるのかもしれません。けれども、宋の原点であるお釈迦様、仏教の僧の原点であるお釈迦様を見たら、お釈迦様は自分で 生きる四つがというのを捨てて出家なさった方です。そうですね。社家族の後継ぎでありながら、将来を期待された王子でありながら、城を捨てて、そして自分自身の道を求められた。それが仏道ですね。そう思ったんであれば、私は宗の原点というのは、お寺があるから、代表役員だから、 だから生きている。ここは根本的に違うんでゃないかと思うんです。寺を追われてもそう。大洋役員を外されてもそう。それでも生きていくということが、それを身をもって示していくのがそうであると思っているんです。 偉そうなことを言うようですが、私は福厳寺で追われてもね、別に福厳寺の住職でなくても生きていくつもりでいます。処方箋です。どうぞ、住職、代表役員というところにしがみつかないでください。住職という職にしがみつかないでください。それぐらいの覚悟がなければ、 これからのお寺の住職で務まらないと思いますよ。ただでさえ段下離れが進み、そしてただでさえ、人々が仏教に対しての期待を失っている。だけれども、仏教というのは真理です。2600年の時を超えて、今なお、世界中の人たち、苦しみを持っている人たちに届く教えです。そしてその人たちが、 苦しみを少しでも手放して安心に生きることができるという、そういうところへ導いていくことができる教えです。それを説くそうとしてね、本来無一物というお寺があるから、資格を何々週間もらっているから、だからそうなんだっていう、そこをもう捨てていかなければ、 本当の意味での住職にはなれないんじゃないかと思うんです。さて、ということで、随分と本当に厳しいことを申し上げてきましたけれども、今回のね、その、係争中のことがどうなるか、それはもう私にはわかりません。私が判断することでもないし、私は何も助,助けて差し上げることなんかもできません。けれども、もし、全住職さんが生きるよすがを今失ってしまったとおっしゃるんであれば、それは違う。 それはお寺の住職という職にしがみついていた一人の寂しい男でしかない。大王役員という何かその役職にしがみついていた一人の寂しい男でしかない。どうかね、本当に厳しい言葉を言うようですけれども、ここの原点を見つめ直していただきたいんですね。 さて、結論です。まあ、今回、このね、全住職さんという方が自分の恥を忍んで、こうして勇気を持って、えー、私のところに相談をくださいました。で、その他、若い僧侶の方々含めて、宗派は関係ない、違うけれども、あの、対合症の活動っていうのでね、啓発を受けて、私も頑張りますっていう、 メールをくださったり、お手紙くださったりっていう、そういう、えー、若き層の方々がたくさんおられるんです。今、日本には、8万件弱、7万件以上の仏教寺院があると言われています。コンビニが4万件、5万件ぐらいですから、それよりもはるかに多いんです。その倍ぐらいあるんです。でも、これから10年、20年、する間に多くのお寺が、特に田舎の方から、淘汰されていきますね。どんどんなくなっていきます。 今後残っていくのは国宝のような天皇がね、作られたような、そんなようなお寺、ね、そういうお寺か。あるいは大都会に土地を所有して不動産収入になるお寺さん。あるいはですね、もう非常にたくさんの相当な段下数があって、今なお維持できているという、まあその後ね、 時代が変わっていくと、そのも厳しいかもしれませんけども、どん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 これからお寺の淘汰が始まっていきます。段下離れ、後継者の問題、取り組まなければならないということはたくさんあるわけですね。でも、ぜひね、そんな時改めて、仏教の基本である三宝院、四宝院に戻っていただきたいんです。四宝院というのは諸行無常、諸法無我、涅槃弱常、一切皆苦というところですね。 で、これを解くのは僧侶の立場なわけじゃないですか。それを解く立場の僧侶の人たちというのが本当に重要なわけです。もうこのコロナの中にあってですね、いつまで続くかわからないコロナ禍の中にあって、何が起きるかわからないということを今まさに人々が肌で感じておられる。諸行無常の世の中を肌で感じておられる。ね、この諸行無常であるが故に、良きことも続かないけれども悪くことも続かない。 そんな中で、私とはこうだとか、変な自分のプライドにしがみついて、自分自身の可能性というのを狭めてしまっている。自分なんていうものはないんだって、その自我を捨てていったときに、何かね、もっと僧の方が、僧侶の方々が、諸法無我を生きていかなければならない。 で、この諸行無常と諸法無我ということを徹底的に理解したならば、どんな出来事が世の中で起きても、その中で希望を見出し、そして明るくそれを乗り越えていく。自分の心に安心を保ち続けていく。ね、心が絶対に揺れないっていことはないんですよ。でも大きくそれが揺れても、弱情の世界というものを、 諸行無常と諸法無我のこの現実っていうのを徹底的に見据えたときにね、そこに暗示というものが訪れるんです。これが涅槃弱情です。そしてそもそも世の中というのは一切皆苦なわけですよね。この仏教の基本事項ということを頭に置いて、これからの僧がどう生きるのか、これからのお寺がどうあるのか、 これを激しく自分自身に突きつけて、自分の頭で物を考えていかないと、知恵者として、人々を苦しみから救っていくなんてことはできないだろうと思うんです。さて、そんなことでね、今回、全住職さん、ご相談をありがとうございました。えー、今日、お話しした内容というのは、 私が私自身にずっと言い続けてきたことです。大きなものに、長いものに巻かれて、ことを起こさなければ、本当に、この日本中にある、心のよりどころ、自因が消えていくんです。この現実を見据えたときに、今を一生懸命生きる。そう。でも、生願 という未来を見据えて、そこからの逆算で今を生きていかなければ、おそらく、タイタニック号のように、大きな組織と共に沈没していくでしょうね。ということで、全住職さん。何か具体的なアドバイスという形ではありませんでしたけれども、もう一度、ご自身の原点、 そうとは何かということをご自分に問うていただきたい。そこから全住職さんの生きる様子がというのは、わらしべが見つかってくるだろうと思います。